メか。2、3、4、2、2、3、4って違うわ。閉じて開いて閉じてとか、懐かしいなこういうの。小学生の時はさ、あのなんかハンコもらいに行きよったよね。覚えてますか皆さん。今日も豪華。ではいただきまーす。いただきまーす。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うちのツバメのヒナたち、みんな無事に帰ったみたいだよ。今年は5羽。にぎやかそうね。うちのツバメって何？牛舎の裏の方にツバメが住んでんだわ。牛舎の中もピュンピュン飛んでるさ。でも去年の子はみんな巣から落ちて蛇に食べられちまった。ツバメのヒナを蛇から守りますよ。守る。僕蛇なんてへっちゃらだから、ツバメのヒナを一生懸命守ることにするよ。え、前の動画かなんかでね、見たよね、ツバメが2羽おって卵を温めてるみたいな。あ、クワガタおらんかな。何かいるかな。おるやろ。やったね。何これ、ノコギリクワガタか。まあ一応買うか。よし、こっちだろ。コリボンにも牛乳やらないかんの。これが大変だよねこれが地味に大変。ぐるぐるマッサージまずするか。よし、いいの？いいのか悪いのかわからんよねいいよいいよ、今日もたくさんミルクを出してくれ。トリボンがこっち見よるよ。めっちゃ出るな。とりあえずこんなもんかな。どうやら今日の分のミルクは全て出し切ってしまったようだ。これ多分1回したら 500cc 取れるんでしょ、僕の予想やと雑やなこのぐるぐる、えいえい、おらおら雑すぎたらダメなんだ。よくわからんのよねこれ。お、いいんじゃない。 1000cc やるか。でも1リットルって言ったら結構だよね。さよなら。よし、でも皆さんどうでした、昔いろんな生き物を飼っとったと思うけどさ。お腹空いてた。コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。結局親に任せよったよね本当に。裏ってどうやって行くんだろう。こっちかな。ここか。ここっぽいな。あ、待って、新しいのじゃないな。ツバメの巣がある。お腹を空かせたヒナたちが大騒ぎをしている。どうやって守るの。あ、誰？今日はここでお仕事手伝ってるの？緑ちゃん？そうよ。親の仕事を手伝うなんて偉いね。あんたは手伝わないの？うん。うちはお父さんがサラリーマンだから。いやいやいや、皿洗いとかいろいろあるやろ。ボク君、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて。え、もうこれ前聞いた。前聞いた前聞いた。
前聞いたような気がする。よし、おっちゃん。そうそう、僕くん、そこにベルトコンベアがあるけど、ちょっと壊れてるみたいなんだ。壊れてる？うん、電源を入れっぱなしにしておくとおかしくなることがあるから、絶対に触っちゃダメだよ。それは前、僕がベルトコンベアで上に上がってきたからダメなのかな。それが原因かもしや。あ、おった。マジで何種類おるんやろうね。ルリシジミ。シジミってついとる、超多いね。これは？違うか。草滑りして、そのまま下行こう。これ乗りたいなぁ。はい。おぉ、夜と違ってすごいな。塊魂みたいな世界。静か。丸押したらこれできるんだけど。お、早い。バツ押したらダッシュできる。なんか飛び降るぞ。違うな。なんでもないな。しかし綺麗だな。さすが HD。フル HD になったら、ものすごく綺麗なんだろうね。こっちなんかあるっけ？あ、開いてる！入ってみようかな。綺麗！仲良し小鳥が2羽並ぶ。ちょっと可愛いオブジェクトが見える。ガラスのリスが置いてある。丸いバーナーやガラスの棒が所狭しと置いてある。これで作りようかな。よ、見つけた。パキスタン。もう結構見つけたな。50分の13やで。いろんな色の粉がある。綺麗に瓶に入っている。女性の体をかたどったオブジェクトが壁に飾ってある。すごいな。てか今思ったらこれワカメちゃんヘアーやん、これ。あ、お姉さん。お姉さんというか、あの人やないの。こんにちは。なんだ、君か。めぐみさんか。ねえ、そう、お土産をもらったけど、どっか旅行でも行ってきたの？まあね、1週間ほど窯の火を落として、いろいろ回ってきたんだわ。火を落とす？そう、窯は温度を上げるのに時間がかかっから、普段はつけっぱなしにしとくもんだけど。うんうん、半年から1年ごとに中のるつぼを交換しなくちゃいけないから、そん時だけ火を消すのさ。なるほど。ガラス職人が長い休みを取ったり、どこかに行ったりするのは大体そん時なんだわ。へえ、勉強になります。ここに座って仕事するのかな。いろんな道具が置いてある。職人さんってすごいよね。ひんやり冷たい感じがする。今は使ってないの。これは一体何だろう。容器の底に溶けたガラスが固まっていっぱいたくさん詰まってる。勝手に入っていいの？いいの？これ靴屋さんでもやるのかな。靴がいっぱい並んでる。懐かしいな。おばあちゃん家とかこんな感じやった気もするな。階段があります、注意。どんだけや。汚な。めぐみさん、マレーシア。この笑顔がいいね、やっぱ。流し台がある。僕が使うにはちょっぴり背が足りないみたいだ。残念だ。美味しそうな人参やトマト、アスパラガスなどの野菜が入っている。おお。あ、
昨日はここだったよね。ちょ待って、ここの画面だったよね。なるほどな。古くなって芽が出てきたジャガイモを発見。いやこれあるあるだよね本当に。ポテトサラダとか作ってさ、それで使わんくなったジャガイモ置いとったらいつの間にか、いつの間にかやからね本当に。芽が出て、お、なんかみどりちゃんが歌いよんやけど、あそこか。もうちょっと大丈夫かな。なんか今日何もしなかったな。おっちゃん、こんにちは。よし、またまた一句できたべ。聞いてやろう。富士山のそっくりさんかな、ウーテイザン。あ、ミスった。まあまあだべさ。50に入れてしまった。俳句を教えてくれ。なんもいいのないな。風香る。でも風香るって季語になってんのこれ。この家今夜はジンギスカンダメやったんや。風香る、もうわからんわ。え、あ、夏の季語なんだ。もうよくわからん。はい。風香る、そっくりさんかな、ウーテイザン。適当すぎるやろ。本当に。まあまああるな、おい。まあまああるな、40点って。はい。もうちょっといい語句をね、並べてください。お兄さん。このお兄さんに連れて行ってもらおうかな。ん？また何かよっかい？トラックに乗ってくれ。あ、それとさ、あの、船もあったよね。船もさ、あれ乗りたいな。乗れるのかわからないけど。ありがとう、おじさん。なんもさ。なんもさ。いいな。ここの方言いいな。小学校行けんのかな。で、これ登ったら家。ちょっと待って、あの本当に今日何もせんかったよ。グダグダ過ごした一日みたいになっちゃったけど、まああるあるだよね。閉める。ちょっとみどりちゃんとこ行こうかな。こういう一日もあったな、無駄に適当にいろんなとこ行って。ん？声がするのに行けない。こっちから回るか。まだマップが把握できてないよ。よし。ひなちゃんかわいいね。こんにちは。何を歌ってるの？古い歌だよ。合唱会の練習なんだ。合唱会？うん、学校でクラス対抗なの。8月31日にあるんだ。いい声だね。あ、ありがとう。おい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 、そこでラブストーリー繰り広げんなよ、マジで。あ、6時です。夕飯の時間だよ。びっくりしたわ。不審者かと思って、今のは。さすがに。いや、こういう歌もあったよな、ほんと。僕、友達ができたんだ。おや、そうなんだ。ハヤトとか、レイ君とか、あと、ミチもいるよ。あれ？
みっちゃん東京から戻ってきてんのかい？うん、夏休みの間だけ雪のないの沢の方に住んでるおじちゃん家にいるんだって。短い間とはいえ親友が帰ってきてくれて嬉しいな。うん、じゃあいただきます。いただきます。ひなちゃんをいつまで背中に担いでる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜になった。さあ夜の街を徘徊してくるか。なんか夜にしかいない虫とかいないのかな。お、やったね。なになになに、40ミリか50ミリのノコギリクワガタおったよな。あ、もしかしてヘビって夜に来るんじゃない。どうなんだろう。あ、ここの左のやつがマップなんか。わからんかったわ。この牛の右側のやつ。なんだなんだ。にしても見にくいな、めちゃめちゃ。大丈夫か。なんかねえ、ヘビから守るにしたんだけど何もないみたいだね。よし、こっち行ってみよう。あ、ホタルやん。ヘイケボタル。飼う。ホタルね、まだ見たことないな。ホタルだ。すごいなぁ。いや、実際見たら綺麗なんやろうね。でもなんか服とかに、ホタルがくっついてきたらちょっと嫌やな。うわーってなると思う。よし、みどりちゃん、僕のヒロインやからな。みどりちゃんって勉強好きなの？そんなことないよ。宿題やってんだから当たり前の勉強だけさ。えらい。その当たり前ができることできん子がおるから、僕はできん子の方やから。でも懐かしいよね、ほんと。深夜まで宿題のために起きとったみたいなさ。うん、ばあちゃん、おやすみなさい。いや、ほんと今日何もせんかったよね、マジで。何もなかったね、イベントみたいな。はい。みどりちゃんが歌の練習をしてたんだ。僕も一緒に歌いたい。けど音痴がバレたら恥ずかしい。音痴なんか。いや、僕も音痴やな。なんか中間の音域がないよね。低いのと高いのは出るけど、みたいな。ただ歌が下手っていうだけよね、それは。うん。ということで、今回も終わるよ。次。